えー、こんな道もありえるかなみたいなことをねちょっと想像してみようかなと思うんでやっぱ猫娘描いたしねファミリーも描きたいやないかいっていうこともあるしねはいまあ、ちょっとだからキャラデザも変わってますねうんまあ ずっと同じ発想とかずっと同じ想像もありえないからね、日々やっぱ変化するし、その変化もいつもご視聴を選んで見てくれてる方っていうのは、まあ、まあちょっとまたシェアしてくれればいいかなと思うし、ちょっと懐かしいなとか思い出のシェアとかもできるようにちょっと心がけてみるんだよね、お時間いただいたら一緒にいただけるんであれば想像してみましょう。はい、というところでございます。うん この表情ですね。まず塗る、あ、言っもめのね。これはね、ゲゲゲボックス80っていう DVD ボックスの、あの、一旦たもめの表情なんですね。3期の中でこんな表情の一旦たもめ見たことねえよっ。つってね、ダンディは突っ込んじゃったんですけどね。思い出として。やっぱも、この表情の保管にもなるし、まあ、その保管する必要もないっちゃないんやけどね。うん。キャラデザを担当した方が違うから、それは野暮なんやけど、思い出に組み込むんであれば、こういうこともありかなっていう。たろうとかと出会う前の一旦たもめやから、まあ、ちょっと 年齢よく分からんけど若いよね九州男児として荒々しいやっぱ一も木綿って声優のイメージとかも相まってちょっとおじさんなんかなっていうイメージやけどまあ二十歳とか30代イメージでやっても全然面白いよね何でおいどんがこんな小僧の言うことを聞かなあかんばえみたいなちょっと尖っちゃってる一も木綿とかも面白いかなと思うしね だからね、3期で言えば砂掛けのばあさんもちょっと若いでしょね3期では言ってますよね。生まれた時からばあさんで、みたいな。やっぱそれはちょっと寂しいんかなって思いますよね。やっぱ若い時もあった方が全然面白いし、頑固な砂掛けばばあが、 認める少年なんやから、ほら、わしも力貸したろ、かいってなった方が面白いから、まあ、はじめっから繋がってない方がいいよね。目玉親父知っててもいい、いいと思うんやけど、目玉親父は知ってるけど、目玉親父の息子が何歩ほどのもんやねん、みたいな。うん。はあでもやっぱさすがに目玉親父の息子やわって、粉気が認めるんやったら、まあ、わしも認めるわいや、みたいなんが、やっぱちょっと、 描かれてほしいかなっていう想像ですね。だから杖がなくても動けてますね。酒持ってますね。これも水剣使いそうですね。もう達人感がやばいですけどね。粉肝とかちょっと若いですよね。うん。で、やっぱり北太郎のこうやって人間に傷つけられた部分っていうのは、もうやっぱ拡散でいいんじゃないかと思うんですね。僕らが晴れもんに触れるみたいに、まあ、うん、見たくないし、もう僕はね、まあ、これもちょっとこういう表現も。 水木しげるさんっぽくて僕は好きなんやけどね。やっぱ全然隠す、無理に隠す必要ないんちゃうかなって思うし、この傷をつけたのも人間やねんけど、人間に守られたり、人間に愛されたこともあるから僕は守るみたいな、うん、来太郎。だからちょっと若い来太郎ですよね、うん。そういうのがあると、うん、来太郎はわしらの息子と、 息子も同然。だから、わしらが守るみたいな絆になっていく物語とかもあったら面白いし。で、猫娘に関して言えば、ちょっとこっちの動画でね、結構語ってるんで、まあ簡単にというか、まあこの動画でもね、結構ね、小難しく語っちゃってるんですけど、なんとね、 いつもご視聴いただいているモサが、この動画にコメントをしてくれて、そのコメントを見てくれると、この動画が本当にわかりやすくなってるんで、はい。そのコメントを見ていただけたらわかるかなと思います。はい。ありがとうございます。いろんなコメントとかね、いろんな出会いによってね、もうダンディー落画の動画がね、えー、形をいただいております。ありがとうございます。その上では、ちょっと言うんであれば、泣き虫な猫娘っていうね、猫娘って最初は、 泣き虫やったんやっていうところですよね。でこれで墓場鬼太郎ではああいう結果になってしまったけどもそれが幼いゲゲゲの鬼太郎僕らの知ってるゲゲゲの鬼太郎であれば救う世界線もあり得るんじゃないかなっていうだから最初泣き虫やったけど僕らの好きな3期4期2期1期5期6期の皆さんの好きな猫娘になっていったんやなっていう物語があっても面白いかなっていう気持ちですね。でネズミ男もそうなんですけどこれね 4年前から出会いをいただいてるっていうのはかなりの猛者ですが、はい。もうずっとこんなこと考えてるんですね。はい。ということでね。ネズミってどういうイメージですか皆さん。そんなに頭悪いイメージかなっていう。これも3期のセリフですけどね。どっちが賢いやり方か、じきにわかるさって、ほんまに賢かっても面白いかなっていうさ。何を書いてんだっていうね。山田康夫さんのイメージでやってほしいんですけどもね。すいません。やっぱりね、ずる賢いっていうのはね、もうやっぱ何周もしてるんでね。ここまで見てる猛者のあなたもそうでしょうけども。だから、作詞、 発想力に富む、知力性にたける彼がそろそろ見たいと思って、それが若い時のネズミ男やったらありえんかな、みたいな。だから、塗り壁とかもね、もう普段ね、目はもうちょっとトロンとしてる僕たちの思い出の塗り壁なんやけど、若いからね、最初は敵だったみたいなんで面白いねんけど、みんなネズミ男のテレンテクダに騙されてるっていう。だから、僕らの知ってるネズミ男っていうのはあんなに信用がないんやなっていう僕らの思い出に繋がっても面白いし、で、 じゃあ僕らの知ってる愛くるしい間抜けなネズミ男にいつなるんやっていうことを言うんであればこういうこともありえるかなと思ってね。 近尾の声でね、脳内再生させてほしいんですけど。まあ、だからちょっと幼い来たろうなんでね。うん。どうしていいかわかる。まあ、こんな表情で見てる場合の事態じゃないですよっていう。頭かじられとるからね。う <laughs> んだから、脳みそをかじられて、なんとね、脳みその一部をかじられます。はい。ま貸、あ、本時代とかね、墓場来たろうなんね。だから、間抜けになってしまったっていう僕たちの思い出に結びついても、 面白いかなって思ってね。ランディはこういうのを書いてみました。はい。まあ、ゲゲゲの謎とかもあるし、まあ、七期も近いかもわかりませんけど、皆さんの想像と、などこか違いは <laughs>、まあ、あると思うんで、まあ、違いを楽しむ一個、まあ、想像を楽しむ仲間入りにさせていただけると嬉しく思いますよ。はい。まあ、もうちょっとね、動かしてみたいかなとも思ってますけどね。こんな風にしてね、またワンシーンワンシーンずつ描くかもわかりません。はい。失礼いたします。